ニドラ、ニドラがいたの？ニドラを押す。あ、来た。すごいでしょ。立ってる足元にモンスターいたんだって。まだやってんだ。ということで、こんにちはじゃなくてこんばんは。おはようございます。カンたちとお散歩やってまいりました。今日は中野新橋。部活やめるって本当なのか。誰が言ってたんだよ。あんだけ一緒に優勝目指そうって言ったのに。お前が辞めたら誰がと、いい辞めてみたいな、こういう一面で使う橋は見たかったな、これ見たかったな、部活辞めるみたいな場面はこういう、こういうところね、大体探してる人いるわ、今いるわ、いるいるいる、嘘でしょ、私いないよ、いる、すごいすごい、すごいすごい、払ってる払ってる、やばいやばいやばい、めっちゃ強いめっちゃ強い、レアキャラや、レアキャラやばい、捕まんない捕まんない捕まんない、強い、俺じゃないかシュールだなこれ、写真撮りたいねタイミング合ってんの間違ってんのタイミングすらも全然わかんないから、本日も今宵も今宵も今宵も始まりましたよ、始まりました、いつどこで散歩してんだって話はあるんですけどねすいません、グリハチ、あれ来たほら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 、噂をすればハチさんじゃないんですか、あれあれあれ、ほらほら、どうもどうもどうも、先週はお世話になりまして、お世話になりまして、社長はチェイサ、社長はチェイサ、はい、はい、じゃあ付き合うよ、あーうまい、おーこれはこれはこれはうまい、おーこれはこれは、お散歩してないじゃんって言われるんで、飛び待ちですいません、やべお腹がパンパンになってきた、オッケー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 、ごちそうさまです、ごちそうさまでした、あったかい、失礼、ね、あったかいよね、うん、うん、全然気温が違う、やっぱ夏といえばやっぱやっぱ焼肉じゃない、略してやっぱということでいいですか、なるほど、ね、やっぱ焼き、今日のお食事させてもらうお店の方、うん、中野は新橋、中野新橋にある、うん、やっぱ何屋さんですか、焼肉屋さんです、イエー、はい、海鮮明けですねはい、というわけで始まりましたね、はい、じゃあとりあえず今日のスピナッシュ、スピナッシュ、今日のスピナッシュ、お、イエーイエーイエーイ、こいつが DJ バック、クリスタリアスキャブチカマース、いや回線は開いたばかり、俺たちの調子も全開、バリバリの状態でビリビリな赤い目の横にいるのが赤目、いやそして左には BO 見てればわかるだろ、今日は夏にぴったりのパイお使いでの夏美もいるし A 面もいるし調子はどうだ、いや No doubt 言うことはねえぞこれ以上、だけど俺たちのテンションは異常に高くなるだけ、これ以上何も言う必要ねえ、あとは食うだけ、おざすってもう、いや飛びしてるじゃん勝手にも、すごいすごいすごい、片手にこんなペン飛び回ってるよ、本当の、初めまして、初めまして、もうやっぱロックンローラーはね靴のままここ入っちゃう、違うの、違うね、ロックン、いやとりあえず暴れる来いよ、暴れる君ではないって、暴れる似てないって言ったら嘘になる、でもすごいのあるけど何これ、コメント欄に夏美とあやめの元彼が2人ずついる件、コメント欄にここにアナーキーさんに話を振っていただきたいとコメントがめちゃくちゃ多くて、はい、でじゃあ沖縄から今日来られたということなんですけど、はい、沖縄何やられてたのか伺ったらいいんじゃないですか、あのエグザイズルと合宿やってました、なんだよまたそういうよ言わせて聞いたのに嘘でしょ喋らせてくれよってアナーキーさんに喋らせて面白いけど、はい、これねこれね、もう輝かしいねこのもう近かったよ、すいませんちょっといいですか、はい、また割り込んじゃって、はい、エロい話すごいすごい違う違う、あとでしろ、とりあえず超エロいコーナー、超エロいコーナー、うわっ、はい DJ
ヘイスピンダッシュ DJ スピンダッシュ、もう何を着たんだっていう、もうアナーキーの顔はもうどうやって隠せばいいの、見といて、まあ、見といて、いやいや何が起きたかって深刻そうな顔してる横で、まずは新コーナーが始まるぜ。この怪しげな番号は何かって言ったら相談コーナーだ。あーお前ら何か聞いてやつはこの怪しい番号にすぐかけろ。そしたらあやめがすぐ出るから、俺に言いたことあやば聞け。その代わり眉間にしわ寄せ、危険な意見を書くかもしれねえけど、お前にヘドかますようなコメント書ける前にこれにかけろ。イエーイ。もしもし、どうも。えいめへん言ってない。どうも。まずやろう。誰ですか。やばい、かかった。やろう、はい、やろうだったら切ったよとか言って。やめろよ。カンさんにおかわりします、ね、俺らじゃないとえいめ帰ってこないかもしれない、はい、もしもし、もしもし、はい、こんばんは。どこからかけてるどなたさんですか。世界のパイセンです。どこからかけてらっしゃいますか。今どこからかけてます。聞こえてる。とりあえずもう喋んねえから切るから。こんばんは。こんばんは。もしもし、もしもし、アナーキーです。ちょっとまたやろう。あ、アナーキー。アナーキーです。マジですか。カンマチでしたか。カンさんじゃなくて、アナーキーさんですか。アナーキーです。カンがいいですか。締めていきますよ。アナーキーさんで。はい。お前、本気で変な笑い方になってんじゃねえ。だって、これは良くない。女の子ですか。いや、女性じゃない。え、女の子来た。お願いします。飛んだ早すぎる。誰と喋りたいか聞いてよ。ちなみに今かけてくれたのは誰と喋りたくてかけてくれたんだろうか。あ、すまないんだけど、ちょっと面白くなっちゃうよ。おー、めっちゃ人気ですよ。ごめんごめん、ちょっとね、一気に遊びだ。DJ すっぴんだっす。気持ちいいな、これ。針がここでさ、DJ ちょっとたまにはさ、たまにはさ、俺もわがままだからさ、同じやつっていうのは好きなんだけどさ、違うやつってたまに刺激になるんだけど、 DJ ショーターのこすりとかでやっていい？ショーターいる？ショーターいるの？すごくない？じゃあベースエッグちょっと映るとこに置いてよ。このベースエッグのことも今週言ってないんじゃない、うん、ちゃんと言って、うん。いえ、DJ 翔太が刻むこんなスクダーチ、まるで切れ味ならチェーンソー。いえ、今食ってたのはチュリソー。ちょっとまだ損した気分でこの放送を見てるならアナーキーにもっと喋らそう。でもまだこいつのシャウトとフリースタイルはまだあと。こんなテンションじゃ歌えねえはず。恥ずかしがり屋のメジャーのアーティスト。だけど俺たちはアーチクショー。なんで年下なのにこんなかっけんだと思いながらも、いつもこんな感じでいつでもやってる。この隣にはいるぜ DO とカンエケガミ。今日のパーチは誰にも止めれない。こいつが DJ ショータージャパンファイナルまで残った。イエー、こいつがクレッシュシー、見てくれ、こいつが DJ ショーター。まず一つ、好きな女性のタイプ。ぽいぽいぽい。黒人？黒人。白人？タイプっていうか、もうなんかね、色的な。まあ今現在リアルタイムで気になってるのがってことなので、外国人ってことでした。そして二つ目の質問、今気になるアーティスト、国内外問わず真面目かおい。燃える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 。焼けてんだよねフリップが。ね、アーティスト、アーティスト。水曜日の。うん、あれカンパネラ、カンパネラとキラクル、キラクル。お米チェックワンツーはとりあえずもういいや。D.O. もっとテレビ出ないの？うるせえな。とりあえず。ゼロとかよ。こうまだある。こう間に合う。こうさせてもらいます。はい、通らない通らない。普通のマジックなところで。はい、通らない。輪ゴム通らない。しかし、通る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 。どうや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 ど
バイ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 、また100。また来週。いや。